はい、沖縄ですと、今日は、この間軍ね、22やってたんですけど、マットドックのね、チューブいじってて、そういえばなんか手持ちね、あったなというところで開けたら、通常こうアルミボディなんですけどね、これ金メッキのがねあったんですね、実はね。で持ったらねものすごい重いんですね。金メッキなので、まあ、熱効率がいいのかなってね、デッキと一緒かなね、はい、いつものごとくでね、ちょっとはいね、これね、マットドック、まあ、シリアル番号入ってってとこになりますけどね、はい、まあ、全体としてはこんな感じですね。なもんですかね。まあ、相変わらずね、キンキラ好きの私としてはたまんないですね、これね。はい、ではね、実際今日はね、最近はね、もうあのデュアルじゃなくてね、シングル前提で組んでます。なんでかっていうと、抵抗値揃えるのがめんどくさくなってきた。またコイルも乗せるのめんどくさい。で、まあ実際その競技とかね、あれじゃない、まあ、自分で知ってる分にそんなバカみたいな爆炎はいらないでしょうと。まあ煙とね、味が楽しめればいいのかなっていうところですけどね。はい、でこれがね、どうも六角、芋ネジ六角ですね。よいしょ。ね、六角なんで、まあ、レンチがついてるんで、どう乗せましょう。シングルなんでね、こう、外外っていう手もあります。ね。要は、デュアルだとね、片っぽに寄せないとっていう感じですけど、外外って言ってもないことはないですね。ものすごいごついコイル、今度やってみたいな。はいね、うん。
エアホールはね、これ中か調整機関ないんで、このままここへこれきますね。ではでは吸ってみましょう。うまい。どうでしょうね。まあ 3.4 ボルト前後ね。4ボルト前後。いいですね。うまいな。なかなかいけてますね。はいね、金ピカピカ。